ユニクロで夏から秋にかけてもう大活躍間違いなしの私の一押し5着購入品を紹介していきたいと思います。今すぐ使えて、そして秋もしっかり着回せるアイテムになると思うので、そして何よりも高見えすぎて驚いたっていう一押したちが揃いましたので、一つずつご紹介していきたいと思います。それではスタート。なんか空き時間があったので入ったら、あれよあれよとこんなお値段でこんな素敵なものがあっていいんですかっていうものに出会ってしまったので紹介していきたいと思います。その1、じゃらーん、スウェットを購入しました。このオフホワイトが気に入ってるのですが、スウェットシャツ01番オフホワイトのカラーです。で、私は上半身ちょっとピタッと着たい人なので S サイズを購入しました。お値段2990円なんですが、このスウェットの何がいいかというと、丈感が今っぽくて、今ってハイブランドとかでもとにかく全てクロップトップになっていて、要は上半身の丈がどんどん短くなってるわけですよ。もうお腹冷えちゃうよって心配になるような丈感がやっぱり今っぽいのかなっていう感じなんですが、このスウェットは本当に丈感がめちゃくちゃ今っぽくてちょっと短めなんですよ。なのでハイウエストのボトムとの相性は抜群だし、逆にこうローライズのデニムとか、今 Y2K ファッションっていうのが流行ってきてると思うんですけど、2000年代前半に流行ったようなチビティとローライズデニムみたいなバランスのファッションにも対応できるっていう、いかようにでも着回せるなっていうところがすごく気に入りました。で、オフホワイトなので、こう白よりもちょっと柔らかい印象にしてくれるところも気に入っておりますし、裏はですね、ちょっと何ですか、このパイル地っぽい感じっていうか、ちょっと裏肝だと秋の初めとかってまだ暑かったりすると思うので、まあ、こういうあの着心地のいいタオルっぽい感じ、さっと着られてボトムも比較的何でもコーディネートを合わせやすいっていう、もうね、楽ちんな一枚。まあもちろんこうお部屋でもいいなって思うし、ワンマイルウェアとしても活躍してくれるんじゃないかなっていうトップスになります。ちなみにカラーバリエーションは、私が購入したこのオフホワイトの他にピンク、ワイン、グリーン、ネイビーがございました。こちら後であの着用していこうと思いますのでお楽しみに。というわけで、トップスが可愛かったもんだから、やっぱりちょっとセットアップで着られるようにボトムも購入したいなと思ってゲットしました。スウェットパンツ、同じく01番のオフホワイトで、ボトムは試着した結果 M サイズにしました。 L だと私168センチなんですけど、ちょっと気持ちダボっとした感じで、ボトムもあんまりダボダボしたくなくて、ちょっとスッキリ感を残して履きたいので M サイズにしました。このね、裾がキュッとなっていて、秋の初めとかまですごくちょうどいい、そのタオルっぽい素材ですね。そう、私スウェットが裏肝のものしか持ってなかったので、こういうなんか使いやすいあの素材感のものいいなと思ってゲットしました。まあ、スニーカーと合わせてももちろんだし、なんかこうヒールと合わせても今っぽい感じになると思うので、これまたちょっと後ほどコーディネートしていきたいと思います。続いてニットを購入しました。この五分袖が、まあ、あの幅広い季節に対応してくれそうだなっていうのと、この程よいリブ感がすごく気に入りまして、エキストラファインメリノリブショートモックネックセーターっていう、早口言葉かなというネーミングになっております。私が購入したのはネイビーになります。他のカラーバリエーションはオフホワイト、ダークオレンジ、グリーン、ネイビーです。めちゃくちゃカンペ、皆さんに正しいね情報をお伝えしたいなと思ってカンペっていうかメモ。このちょっと首がキュッと上がっているのがすごくお上品で高見えなんですよね。プチプラのニットって結構こういう終わりの部分といいますか、こういうところに結構お値段が出がちかなって私は考えてしまうんですけれども、この袖口一つ取ってもそうだし、裾の部分すごく細部まですっごく綺麗にこのリブが続いていて、ニットのね終わりとなっているのよ。リブがねちょっと細すぎずに適度なこの幅感が、ちょっとカジュアルっぽくも見えるし、でもすごく綺麗に体に沿うあのニットなので、お上品にも見えるっていう、超絶妙なニットだなって思って、これはちょっともはや感激いたしました。理想は黒も欲しかったなって思いました。黒ね、商品でないんですよ。このシリーズのカーディガンで黒は、あの用意してあったんですけど、そう、黒なかったですね。でもネイビーもすごく綺麗なお色なので、ちょっとこちらも後で着ていきたいと思います。続いてこれ私理想的なの見つけすぎて、もうユニクロで一人で叫ぼうかと思ったんですけど、じゃらん、こちらのストライプのシャツでございます。コットンストライプシャツ長袖
見てわかるけど長袖で、こちらはですねちょっとオーバーサイズっぽく着たいなって考えまして L サイズを購入しました。はい、こちらちょっとシャツなのでさっと羽織ってみます。これからの季節、夏はこうキャミとかこう今着てるタンクみたいな1枚でまあ出歩いていたところ、ちょっとこう肌寒くなってきたりとか、まあ、夏でもこうクーラーがちょっときつすぎるっていうところのさっと避ける感じにもいいなっていうのと、ときめいた点としてはこのカフスがちょっと長めなんですよ、まあ、なんかこれがすごくクラシックな印象になってなんかかっこいいのよ。シャツこれレディースなんだけどなんかこうハンサムに着られる感じがすごく好きなのと、着ていてびっくりするぐらい生地が柔らかくて、これパジャマとして着られるんじゃないかっていうぐらいこのコットンがすっごく柔らかいんですよ。なのでこうシャツを着てる時のゴワゴワ感が一切ないので、もうパジャマ感覚で羽織れるぐらい柔らかいシャツです。このねハンサム感と丈感となんか本当に私結構いろんなところ見てハイブランドとかまで見て探してたんですけど、ユニクロに理想があったんかいって本当にこれ結構感動した一品となっております。これ今回の私一番の大本命なのですが、デレレデレーじゃん。はい、ちょっとねこうやって見るともう何の変哲もないスカートに見えてしまうのですが、サイドプリーツナロースカートというさらっとしたストーンとしたスカートを購入しました。これ何がすごいかって本当に高見えなんですよ。今期なんかいろんなコレクション見ててもディオールとかプラダとかサイドにちょっとプリーツが入っているっていうお洋服がもう各ブランドさんから出ているわけですね。でそんな中でもですよ、このユニクロがお値段3990円でこのクオリティとクラシックさとなんかこのモード感、お洋服のこう褒め言葉全ての要素をここに詰めましたみたいなすごく綺麗なスカートで、これは3990円なのが本当にすごいなって思って試着して感動しました。で私は試着した結果この S サイズがちょうどいいなっていう感じだったので、はい、購入いたしました。でね、なんかねこれ結構シワにもなりにくくて、これ今買ってからぐしゃぐしゃってしたまま紙袋に入れて放置してたんだけどあのねそれでもこんなにシワがないから結構座ったりしてもシワにすごくなりにくいと思います。これはちょっと着ると美しさがもう一目瞭然なので、ちょっとこちら着ていきたいと思います。はい、購入品でコーディネートを組んでいきたいと思います。え、ちょっとストライプのシャツ見て、おされすぎんっていう L サイズにして私は正解でした。あの通常の、まあ、S、M とかでもちょっとこう丈は長めになってるんですけど、この L サイズのザクッと羽織ったラフなこなれ感が出せる感じ、絶妙すぎる。ここのですねスリットがおしゃれなんですよね。サクッと、まあ、手持ちのアイテムに羽織るだけで抜け感を生み出してくれるようなシャツだなって思っています。で着こなしのポイントとしてはこのシャツのめくり方なんですけど、このカフスが長いのがすごくクラシックで素敵なのですが、私のね好きな着方としては1個曲げてこの内側だけもう1回折るんですよ。でここの外側のピコーンは残しつつちょっとこのまま袖をまくるんですね。こうやって袖をめくってシャツを着るとこのジュエリーに目が行くので、ちょっとこう他のねファッションアイテムを見せたいところに視線が行かせられるのと、あとはこの手首を見せられるので、あのスタイルアップして見えます。ファッションって首がつくところを見せると着痩せして見えるんですけど、手首足首首こう意識して見せるようにスタイリングを組むとそれだけで着痩せして見えるので、ぜひちょっと気になる方はやってみてください。そう、このコーディネートのポイントはですね、ちょっとショーパンを暗めのカラーにしました。っていうのもこうやってなんかシャツをザクッとカジュアルに羽織って明るいこう切りっぱなしデニムとか履くとなんかこう夏のギャルみたいなギャルでもいいんですけど、はい、感じになっちゃうかなと思ったので、まあ、大人の肌見せコーデということでちょっとこの暗めのあのハイウエストのデニムショーパンを選ぶことによって品よく足見せができるかなっていうファッションを目指しました。このね絶妙な丈感、このシャツ本当にいい、超超理想的。このミニボトムにブーツっていうスタイリングがすっごく好きなんですけど、できる季節が短いんですよ、まあ、なのでこう夏の終わりから秋にかけてここぞとやりますバッグはこの JW ペイの、ちなみにインナーはギャラリエギャランテのパッド付きのアメスリのタンクになってます。スウェットも着てみました。上が S で下が M サイズを着用しています。ちょっとこう上げたらお腹が見えるよぐらいのこの丈感が本当にナイスって感じですね。そして後ろこんな感じです。
M サイズですと、まあ、お尻周りのねぴったり感はこんな感じですね。丈感は、まあ、ちょっとこう靴下を、見せて履くような感じになるかなって思います。でこういうスウェットとかを今っぽく着る方法、じゃらん、こういうワニワニクリップで髪をまとめてあげると、やっぱりファッションってキメキメよりもちょっと抜け感がある人の方がなぜかおしゃれに見えるっていうのがあると思うんですけど、そんな感じで上下で着るとこんな感じになります。ボトム先ほどのスカートに変えてきました。トップスもスカートもユニクロという全身ユニクロコーデになっております。これここちょっとタックインしてもいいけど、短めなので、まあ、そのままでもバランスがいいんですよね、まあ、要はこのトップスが本当にボトム何でも合っちゃうっていう、個人的にはちょっとタックインした方が私はバランスよく着られるかなっていう感じですね。もうバッグ何でも合っちゃうので、この JW ペイの、持ってますが JW ペイで、このパンプスはジルサンダーのものを履いてます。スカート美しくないですか？このね絶妙なプリーツスタイルアップして見せてくれるし、履き心地抜群だし、シワになりにくいっていう超高見えスカートになってます。これ結構ストンってしてるので足さばきしにくそうにちょっと見えるじゃないですか。ノンノンノン。なんとですね、ここデレレレッテレー、足を開くとここに隙間というかプリーツが隠されているんですね。大股で歩いても足さばきがすっごくしやすいスカートになってます。でもこのプリーツの部分は表には出てないので、 あまりにも激しく動かない限り、このプリーツが出現することはあまりないですね。うん、座るのも全然楽だったし、このスカートは本当に高見えでびっくりしております。私お色はブラックにしておりまして、ダークブラウンも存在しておりました。そしてこちらのスウェット丈も短めなんですけど、袖も気持ち短めになってます。でも私袖はですねちょっとこうやってまくって着てあげるとこうラフに見えて好きなので、はい、この短めなのは逆に気に入っておりますね。このコーディネートを多分トップスをきれいめなニットに変えるだけですごくこうレディーライクなファッションになると思うんですけど、あえてこうやってスウェット地のものを選ぶことによってなんかこうラフさを演出しているかなってコーディネートになりました。続いてスカートに先ほどのストライプシャツを合わせてちょっとこうダルっとした感じのカンディの、ファッションにしてみました。シャツインしてもいいんですけど、今あえてこのボタンここまで止めてダラーンって開けてコーディネートを組んでみてます。シャツ開けてるとこれ歩いた時にここがなびいて可愛いかなって思っております。足元はプラダの厚底サンダルなんですけど、まあ、こう秋めいてきたら、まあ、これにタイツとか仕込んであげても可愛いコーデになるんじゃないかなって思います。このねシャツの本当になんか立体感と形が可愛いので、こうやって長いボトムとアウトして着てあげるのも新しいかなって思いまして、でバッグはこうちょっとかっちりしたものじゃなくてこう斜め掛けのチョコンっていうのを持ってあげることによって、このダルダルコーデに沿ってバランスを保ってくれているかなと個人的に感じております。こんな感じでこのスカートこういう風に長いものを重ねてあげて着るのもおすすめです。じゃーん、先ほどのネイビーのニットをこちらのスカートに合わせてまいりました。これ全身ユニクロって誰が思いますかっていうルックにできたんじゃないかなと思うんですけど、まあ、何がすごいかって本当にユニクロさんの高見えっぷりなんですけれども、こちらのニット袖これぐらいですね、五分袖なので本当にちょうどよく二の腕が消える。すごいね、可愛いよねこのニット。ちなみに大事なことを言い忘れたのですが、こちらのニットウォッシャブルなので洗濯機でガランガラン回していただいてっていうのができる感じになってますね。でスカートがブラックで、ニットが今このネイビーで着てるんですけど、ブラックとネイビー合わせってすごくブラックコーデがまろやかになって上品になって個人的に好きだなって感じております。ピンヒール履いてきちゃった。何このポーズ。ブラックトーンのコーディネートに私は赤をポイントで刺すのがすごく好きなので、もう私の動画で何回出てきたか分かんないアリス&オリビアの、赤のミニバッグを持っています。このニットも丈がそんなに長くないんですよ。こうやって出してあげてもこれくらいなので、こういうハイウエストのボトムにインしてあげても
腰回りのもたつきが少ないので、すごくこうすっきり綺麗に着れることができるので、そこもねこのニットのね万能ポイントの一つだなって感じてます。はい、そしてこのシャテルのフラットシューズが履きたくて、デニムに先ほどのニットを合わせていきたいと思います。履いているデニムはリーバイスの 501-90s っていう形ですね。このデニムはすっごく可愛いんですが、こういうデニムとのこのニットの相性も抜群だなって思いました。そして大学生の時から被ってるキャスケットで、先ほどのバッグでフレンチな感じのイメージのコーディネートにしてみました。リーバイスのね 501-90s のねこのお尻周りの形がすごく可愛いので、こういうなんかニットと合わせてあげるのがいいかなって思います。はい、そんなわけでユニクロの購入品とそれでコーディネートを組んでみました。またユニクロでこういう動画撮ってねと思っていただいた方は高評価ボタン、ぜひチャンネル登録もお願いします。また次回の動画でもお会いしましょう。アミシーこと石井アミでした。